はい、どうも、作家的の二刀流、西浦修也です。今回 C24 の続きやっていきたいと思います。ユースですが、こんな形で発掘しに行っています。やっぱディフェンスの選手がちょっと少ないと思うので、まあ、こんな感じで発掘していきます。プレミアリーグ、ユーロしました。シティがダントツで優勝しました。まあ、そうですね。まあ、上位は順当、アストンビラ、ウエストハムが、まあ、結構躍進しました。で、アーセナルが負傷でしたね。で、ボーマス、ノッティンガム、サウサンプトンが降格となりました。で、カラバオカップはアーセナルが優勝してるので、アーセナルが EL の出場権、すでに獲得しています。で、FA カップこれからやるんですけど、アーセナルと決勝やって勝てば EL に出れます。初めて試合前レポートでも見ていきます。アーセナルですね。タプソーバ。なんかディフェンス陣が結構勝ってます。カンセロがいますね。デブレイジャー。ちょっとメンツが変わってます。オリーズいますね。さあ、試合前の感じですね。いやー、大歓声が広がっています。いやー、お祭り騒ぎですね。あいつ誰だ？ラズ。さあ、試合やっていきましょう。いやー、昨日の天皇杯の決勝とリバプール戦見てて、やっぱりサッカーやりたくなってきましたね。また。PK とかも年一見れるか見れないかじゃないですか、正直。で、それを見れた。しかもあんなに回ってきた。いや、すごかったですね。まあ、川崎が優勝したんですけど、まあ、ちょっとレイソル、リーグ戦苦しんだんで勝ってほしかったかなっていうのはありましたね。細谷選手も海外、タイトルなしでいっちゃうかなと思うんで。まあでも海外での活躍楽しみっていうところで危ない。で、リバプールも遠藤そこそこ良かったですね。まあね、ボールロストはちょっとあったかなって気はしますけど、うまく中盤でボールさばきながらプレイできてたと思います。ゴール。いやー、素晴らしいシュート。これは監督もブラボーですよ。サイード。いやー、モロッコの両翼で決めましたね。前回の動画見た方いるかもしれませんけど、前回の動画でもゴラッソ決まってますからね。そういうの決まりやすくなったんですかね。そういうわけじゃないんですかね。折り返してシュートもう一発。これはアリ。このアリはセンターフォワードのアリかな？
いや、この選手は一番警戒してる、坂。理解しようがない。やばい。パティの選手は分かんないけど、危ない。さあ、後半メンバー交代なしで。いきましょう。最近、アベマでブライトン戦が放送しないことにちょっと不満ですね。もう少し放映してほしいんですけどね。僕、ブライトン大好きなんでと言ってたら失点。ついたよ。いや、そのロストはやばい。いやー、そこら辺のボールロストが激しいよ。いやー、厳しい試合展開。この時間帯、すごい。やりづらい。見づらいですね。ユニフォーム失敗しましたが、すごく見づらいです。どれ、仲間、あー、いた、スイード。選手変えていきましょう。とりあえずフォワードだけ。交代。かな、タプソバ。ハンドですね。ラッキー。これを決めないとなんだけど。よー。で、これ選手変えましょう。アウト発散、サイド変えてクリステアン、デラで変えてアーメド、もう一人アーメド入れましょう、ウィンガーを。いや、キャプテンのラドゥでカップを掲げたいんで、ただそれだけでラドゥは残しときます。
ファールはない、マイボール。キーポールをキープしつつ、勝った。これでライキー EL ですね。これでハマーズは ECL の出場となります。3対2で見事勝利しました。初タイトルですかね。どうなんですか。多分そんな気がします。まあリーグは優勝してるんですけども、カップ戦に関しては初めての優勝となりますね。カラバオはどこで負けたかもう覚えてないんで、またこの動画終わるときに出していくんですけども、やっと優勝しましたね。これで FA カップのタイトルを手にしました。ラドゥ、いやー素晴らしい。ここまでのクラブに成長しました。番号大きい成長多いっすけどね。女のは関係ない。いや、ラドゥーも初期からチームを支えてるメンバーですからね。一度追いつかれて危ない展開になりましたけど、それでも最後、まあちょっとラッキーな展開ではあったんですけど、勝ちました。まあこれで IQEL 取れるように頑張っていければなと思うので、まあ来季の活躍も楽しみだよっていう方はチャンネル登録して待っていただけるとありがたいです。まあ最初はチェルシーとやって再試合になりました。で、再試合で勝って4回戦。4回戦はパレスに勝ちました。で、こっから準々決勝ですかね。準々決勝がシェフィールドに PK で勝って、で、準々決勝エバートン。で、準決勝がプレストンノー戦で、こちら動画でお伝えした感じになってますね。決勝がアーセナルに3対2で勝利。こんな感じで優勝となりました。カラバオは3回戦でスパーズに負けました。という形ですね。で、まあ優勝はアーセナルと。今季の選手の成績振り返っていきましょう。で、今回の動画は来季の、選手のメンバーを見て、まあ、移籍どうするかっていうところはまだ決めずに、まあ、レンタル戻ってきたメンバーどれだけ成長してるかそういうのを確認して、今回の動画を終わりにしていきたいと思います。まあ、成績ですね。まあ、グリフォールはまあ伸びてきたと。もうここら辺もプレミアでだいぶ出てる選手たち多いからって感じはしています。で、このコマ。ブラドゥ・イブラヒム。まあ、ムシティシリーズがちょっと少なかったのはまあしょうがないですかね。まあ、そこはしょうがないかなと思って見てはいます。ラデ8ゴール8アシストはさすがですね。コ
ね、イブラヒムがちょっと微妙だったかな、思ったより。ってところはあります。クリスティアすごい成長しました。サイドが19ゴール6アシスト、アリーが13ゴールダーのアシスト。やっぱセンターフォワードがちょっと、まあでもサイド13ゴール2アシストですからね。ただでも OBR の伸びが全然伸びてなかったので、ちょっと残念ではあります。成績プレミアリーグが11、FA カップ優勝、カラバオカップ3回戦。で、来季 EL に挑んでいきます。ユースですが、このアラウージョ。やばい、バグった。ルング。イブラヒム。サイド。このエース。上げていきましょう。とりあえずはキーパーは、グリゴール使っていきましょう。で、ベンチがこのニエトでいきたいんで、このアヤラ。いやー、なんかスティックがバグってる。このサイド。このサイド。で、イブラヒムは、レンタル出していきます。で、このオルドラナは、もうちょっと移籍リストへ変えていきましょう。イブラヒムもレンタルで行きましょう。で、ディフェンスですね。ディフェンスはサイドバックはまず、まあレギュラーはもう決まってるんですけど、ラドゥーイヌはもうこれ決まり。鉄板コンビですね。で、ベンチにコマンと、誰置こうかな。ちょっと悩みますね。コマンと、このイブラヒムを置いときましょう。で、他はみんな、レンタル。で、出していきましょう。で、センターバックはロマン、ハッサンの鉄板コンビで、ベンチは、このアリとクリスティアはまだ、維持でいきましょう。このセンターバックが台頭してこないと、ちょっとチームが、厳しいかなとは思っています。で、ボランチですね。ボランチは、アーメドとエーヌ。ここはもう決まり。ボランチも欲しいですね。で、セントラルミッドフィルダーがラドゥーと、イブラヒムで行って、で、ベンチが、このアーメドと、サイドは一流なんで、このサイドをスタメンで使って、このアーメドとイブラヒムをベンチで使っていきたいと思います。で、ウィングですね。ウィングはこのウリベアベンチを置いときましょう。やっぱサイドアリーは使って、で、このアーメドをベンチに置いときますか。このアーメドとさっきのウリベ置いて、他はレンタル、ロペス、ローマ、レオン、ラーデ
クリステア・コマって感じですかね。で、トップがこのサイードと、このフルタドのベンチ置いときましょう。で、他レンタル行きましょう。このオリベラ機体ですね。ユラヒム・イエス。こんな感じですね。で、今回の動画は以上となります。次回、まあ、EL が始まるシーズン、ちょっと楽しみにしといてほしいです。バイバイ。終わり。